こんにちは。ゆっくり相談所、所長の霊夢です。今日も相談を受け付けていきます。まず最初の相談は、明智光秀が竹槍で農民に襲われて亡くなったというのは、情けない最後というのを演出しているのですか？では、相談員の皆様にお答えいただきましょう。実際、そうかもしれませんね。裏切り、下克上は当たり前の時代。明智光秀が、天下取っとけば、今頃織田信長が悪役にされてたはずです。明智光秀は、落ち武者狩りにあったのではないか。刀狩り、が何のためだったのか考えれば、当時の農民の恐ろしさがわかります。田畑を耕すよりは、落ち武者狩りの方が見入りが良かったのです。いわゆる、落ち武者狩り、ですね。落ち武者狩りなどのような者たちは金目当てで見境がありません。また群がって襲ってくるので少数精鋭でも立ちところもありません。相談員の皆様、回答ありがとうございました。相談者さん。ま、そういうこっちゃ。ガンバ。終わりです。ご視聴ありがとうございました。